えっとねじゃあねメール読みますかねうーんとマロンさんゆかりさんこんにちは自分はセルフのうどん屋さんに行くと必ずちくわの急ぎ揚げをトッピングしますゆかりさんは何をトッピングしますかゆかりねセルフのうどん屋さんってそんなに行ったことがなくて多分前に行ったのがもう何年前だろうあややと一緒にあれ何うどん花丸うどんかな,かなんかに初めて入った。 ででそれが多分もう最初で最初後なわけまあ別に最後って決めてるわけじゃないからこれからも行こうと思えばまた新しい最後ができるけどでさあのーまあ、磯辺揚げ食べたいよね確かにでもさもっといっぱいいろんなものあるじゃん魅力的なものだからさゆかりたどんがいいらないんだと思う <laughs> あれってさうどんなしって頼めるの天ぷらだけみたいなで汁もらえるでしょきっと。 天丼にもできんだ。あーえ汁あんのご飯ご飯も頼むってこと？つゆ天丼のつゆだよ。でもあるの？あーそう。じゃあやっぱさ天ぷら定食にして食べる人もいるって事。あーなるほどね。いや、もううどんはさ。多分いらないとかそうかそうやって思えば入ってもいいな。ちなみにだけど、お蕎麦はある？あないんだ。そっか。お蕎麦はないのかう？ご飯はあるけど、お蕎麦はないんだね。 まあ大変だもんねご飯は炊飯器で炊けばいいけど茹でるとこ一緒になっちゃうもんねそうか、うん、あとねなトッピング何があるかよくわかんないなんかあの1回しか入ったこと1回かもしかしたらあややと2回入った可能性もあるけど数えるほどしかナスあまあえび<ビ>かき揚げはいはい最近かき揚げちょっと好きかも 油,油揚げげの天ぷらきつねうどんよ。あぶらあげ。そんぐらいたまごたまごん。天おお<ー>でもねゆかりねわかった。あのねゆかり天ぷらよりフライが好きだからだ。だからあんまり惹かれないんだと思う。コロッケあんの 何コロッケカニクリームカニクリーム来いカニクリーム来いカニクリームカニクリームしかも認めたくないお願いしますお願いしますイモー <laughs> カニクリームじゃないんかいなんかさ最近食べたやつさあのー、なんだモスバーガーのあれフライじゃないんだよなでも枝豆とコーンのあフライだなフライがあって あれめちゃくちゃ美味しいんだけどあれずっとあってほしい永遠になんか半年ぐらい多分もうあるからサイドメニューからさすがにもう定番商品だと思いたいんだけどあれねめちゃくちゃ美味しかったなんかね久しぶりに8個ぐらい食べたいと思うものに出会った <laughs> それではここで一曲聴いてください現在発売中の